パークさんの目が座っております。対して出てくるは、レフトを守っている岸坂さんですね。動画は撮れてる。はい、実況いきましょう。ネイソル確かに引っ掛けて、ジャンディリボルバーから PPS、 はい、繋がったりないが、ジャンディ落として、あれ落ち出すの風味でしたが、 PS、 はい、クライナー投げ返して裏回りをガードしている。 FB 使ってまだワンチャン残っている。勝利暴れていた、重たいガードしている。デッドアングル切り返して、タッチチャーガー系を直下させて、あるってないですね。勝ったの一方選手は岸高ソル。何だろう、ジャンハイカウンターから手出したがちょっと間に合わない。ただ間に合うんですかね、あれ。なんかポチョムキンとか相手だと間に合わそうですけど、ドイツ対空昇竜から下段通してバースト強要、リボルバーで飛ばせません。ガンフレで動きを牽制して、レイがスクーグル抜けてバーストを合わせていく。スタンプは足払いで彼にかわして、これは高い、これは死んでしまうでしょう。勝ったのは岸高ソル。作戦会議中です、少々お待ちください。なんだかんだでこっから見る光景が7台8台全部7セット8セット10セットくらいしっかり対戦で稼働してるっていうのは素晴らしい光景ですよね。はい、決まったようなので実況いきましょう。メイを2連続出してくる。メイメイ、今度はゴドルフィンさんのメイですね。はい、行きましょう。中堅じゃないや、地方戦、方戦第1ラウンド。タイプの違う面を合わせていく。タッチパンガンフルから手がジャンキーは届かず、昇竜で空を飛ぶ面を勝っていく。面は捕まえたい、イルカはタッチ系で回避。ジャンス、2S から、ガードは硬い。だけどして裏回りはしっかりガードしている。ジャンピー暴れを読んでる逃げながら暴れない。昇竜が強気だ。ここで、テータジャンスから2発目当たらない。だが、フォローする問題ない。1本選手を岸高ソル。第2ラウンド。メイガーもね、一発が大きいですからね。なんとか一発ゲージ食べて暴れていきたい。おー、投げに見せかけてた足気がエロい。
ジャンディ、リボルバーから、ジャンハイ、サイドワインダーまで、ダウンは取れないが、ジャンS確認の、タイラン・レイブ。鮮やかに勝ってく、岸高ソル。中堅戦法戦。中堅出てきますが、サブ、バイゲーですね。サブなんですか、サブさんですか。じゃあサブさんで大天使の息吹が大天使の息吹を見せてもらいましょう。サブさんが大天使のバーストを重ねて大天使の畳をその隙に投げていく。大天使の拾いから大天使のジャンピー重ねて大天使が画面端に追い詰められたが大天使の容姿で返していく。ガンブリガンブリ綺麗だよね。 J D ハイはクリに至らずレフトを守備している岸高さんはこの大天使の動きにどう対応していくのか。ショルで返してここはガーキャンで一本。選手は大天使サブのバゲですね。ドラのバイパーからカークリーンはしないだからフォローはバッチリだ。シャガハイサイドワインダーこれはバーストアステク重ねからサクラ当たって体力オブからパイロン重ねて相手の動きを転生していく。大天使の思い棒を出して手枝が出ないがまあバースト対策ということでしょう。ニエスで追い返していくソウル。ブッキラはしっかり暴れてる。暴れて勝ったのは大天使サブのバイケですね。続きまして誰が出てくるでしょうか。そうですね、まあキャラ見てから余裕ですよねきっと。中堅大天使サブ対するは次鋒4番キャッチャー押田。さあ実況始めていきましょう。マイパンはバックスでそこはポーチョバス一気に減るさらに重ねてだからここはちょっと遅かったが裏回りからもう体力がお捕まらない。パイロン重ねて投げ暴れから投げ暴れちげえよ投げ潰し暴れからパイロン当たってバーストを重ね拒否していくデッドアングルを読みながらポジションはちょっと取れないうまいボールを重ねて青キャン出ないがその隙に画面端に追い返していく置き止め3連はスラバ失敗。おお今のなんかすごいなゲージ 100% に対してデッドアングルでゲージを吐き切ったポチョキン赤でしっかりフォローしてジャンディ決めてくる。一本選手はサブバイケン第2ラウンド右足の隙に攻めてくる。ちょっと声を裏返ったポチョバスは畳で追い返していく。着地にスライハー合わせてもう一回スライハーが飛んできた。今度はしっかり捕まえてサラヘはちょっと早かったがテーダはおーおーおーおお
ジャンピー下段はしっかりガードしているファージーですね。パイロン当たってバーサ強要、チョクが直後からチョクが見てからの行動、2杯当たってこれはでかい、スラヘは3連なれ、2段目すかしからの3段目ヒットでかって言ったのも3倍系、これが大ペースが違うでしょう。まあきっと大天使のオーラで2段目が届かなくても相手を交渉してたんですね、きっと。中堅戦出てくるのは代打俺スレイヤー、裏から足までバースト合わせてくる、畳が当たったスクリーン、クー投げでフォローして、さくらからさくらにバースト合わせて大事に至らず、じゃんけん空対空からチョッカー当たって立ち合い広い、ビッパーまでか一本、選手は代打俺のスレイヤー、誰なんだ、足払いはつながっていないが、さくら当たって畳でディス、畳とカバリでディスで止めたい、裏回ったところにしっかり着地投げ、ジャンプ当たってダメージ取ってく、下げてリバース警戒して丁寧に立ち回ってく、畳カウンターから端から走り運んでジャンピー下段になってないですね、ジャンピー小判ですね、ファイルは奥物です、ヒット確認からのバーストスカートルでない、パイロン当たってしっかりバーストバトル見ている、読み合いからオーレンが当たらない、カウンターからの助け、勝ったのはタイガーさんのスライヤーですね。出てきました宇多田さんのエリーですね。はい、副将中堅戦行きましょう、第1ラウンド相手の投手を止める、足までバース合わせて召喚して伸びる廊下だって一回しまった、冬で画面端に逃げ返っていく、フェイントからこれ逃げる、カウンター確認、ピッパーは届かなかったが、エリーを消している。下段はバックしてで回避、上に飛ばせません。投げで画面端に追い返していく。中段当たって、FB で一本選手は代打さんのスレイヤー。第2ラウンド。マネックから、もう一回招いてバースト許容してこすっている、はい、巻き込んで重ねて、はいはいと
一本取り返していく宇多田ヒカル最終ラウンド。なんていうか嬉しいですよね、こういうゲームって。バックステで返して飛ばせませんからバーストガードしていた。ここでコンボ天高く舞い上がり勝ったのはダイダスレイヤー。大将中堅戦、ゲンスルーさんのファーストですね。あと残ってるのは、ショートとピッチャーが残っております。相手チーム開幕4戦目からエース暴れつぶしのドリルが刺さってバースト強要メテオでガードバランス触ってるんでね、結構でかいんですよね。チャンディを落としてエースハイ装填からトリキャンスカシノこうして見るとですね、イサスレイヤーってイサバチャン有利じゃないって若干思うんですけど、完全に勝ち合いなんですよね。こういうことが起こります。ダウンバーになってこれはちゃんとマイルドからエースは釣られないが動いたところにレレで刺さって一本選手はゲンスルーのファースト速さ強いジャンプ軸網から愛を置いて相手の動きを制限します。暴れつぶし商店からこれは遠くが過ぎてしまったです。さすがにバースト使わざるを得ない。ジャンディ装填投げはしっかり見ている。 P 取れる PS で勝ったのはゲンスルーのファースト。大将粘る。あえて残ってるのはこれはベノムとバーキンですね。個人的にはベノム戦は苦行の時間なんですけど、どうなんでしょう。全国のエシャス会の皆さん、はい、大将副将戦ゲンスルーファースト対するは9番ピッチャー上野。はい、行きましょう。第1ラウンド刺さってベノムの開幕はあれはドリルでしか返せないからもうどうしようもないんですけどね。はい、行きましょう。タッシュパンタイプ取っていく。ベノムが画面端から逃げたい。ふわふわとやってる間に空投げで戻っていった。物投げの運もいい。空投げいったところは安全に降りて今度はベノムが ラインを上げていく。降りて降りてチビが当たらないようにチビがもう一匹いる。ジャンハイジャンハイとこれは飛ばせません。一本選手はゲンスルーファースト。第2ラウンド見ていました。足払いでしっかり返します。ジャンディ落として画面端は燃え詰めていく。ガードバランス上げてジャンハイ当たってジャンハイジャンハイとこれはでかい。落としてめくりぎ、めくりですね。めくり中段から鮮やかに勝ってくゲンスルーファースト。
対象対象戦、ゲンするファーストを対するは守備範囲が超広いショートの丸山さんです。とりあえず行きましょう。はい、このゲームは個人的にすごく楽しいです。シャガパンはバーシュ対策になります。ジャンハイを当たって、ここで直下してた一本、選手は速い、ゲンスルーが先にリーチをかけていく、逆立てリーチ、守備が当たって、これはちょっと返していきたい。ダウンバになっている、積極的に前に出て投げて画面端飛んで逃げていきたい。ガーキャンを警戒しながら助けを置いていく、エリアル決めてしっかり仕込んでいる、助けで相手がテーター、相手のテーター防いで、これは表裏が分からずトリュフが出てしまった。一本取り返す丸山バイケン、勝った方が優勝です。最終ラウンド、ドリルはガードされちゃった、よし確定です。よしじゃ、よしか、よしだな。しゃがんでしまった、これはジャンディ締めて投げた、鮮やかに最後を決めていった。勝ったのは1番ショート丸山。はい、変わります。はい、じゃあ、2位のチームは、帝の土はないんですけどね、クレジット落としてってください。竹谷さんです。